シェモビト一世の因児、1262年シェモビト一世は、チェルスク公、マゾフシェ公、シェラツ公。マゾフシェ公コンラト一世の三男、母は、ノブホロドシーベルスキー公、スビアトスラフの娘アガフィア。1247年に、父が亡くなると、シェモビトは、シェラツ、ウェンチサ、チェルスクを相続した。時系のカジミエシュ一世はすでにクヤビ公国を与えられていた。 シェモビトは、マゾフシェ公国を相続した長兄ボレスワフ一世の軍事的な公演のおかげで、チェルスクを保持することに成功した。しかし、ボレスワフ一世が1248年の春に亡くなったことで、マゾフシェ地方における勢力図は一変することになった。ボレスワフ一世は年の近い弟である、カジミエシュ一世を差し置いて、下の弟シェモビト一世に、 自分の医療をすべて相続させたのである。ボレスワフ一世の死に伴う混乱に乗じて、カジミエシュ一世は、ドブジンなどビスウォンの要塞を占拠した。シェモビト一世は、マゾフシェ広国の後継ぎとなる代わり、時系カジミエシュ一世に、シェラツと、ウェンチサを差し出した。これにより、シェモビト一世は、マゾフシェ広国が抱える、ヨトビング人及び、 ドイツ騎士団との軍事的な競争に集中することができた。両国が工場的にバルト諸部族の襲撃を受けるという難題に直面したシェモビト一世は同様の問題に悩まされていたルーシュのハールイチボルイーニ対抗、ダヌイーロと同盟関係を結びその娘ペレアスラウアを妻に迎えた。1248年シェモビト一世はポーランド君主である ボレスワフ5世、シュートのダヌイーロ及びニーカジミエシュ一世と連合軍を結成し、ヨトビング人に対する大規模な軍事遠征を行っている。この遠征が成功に終わったことで、ヨトビング人の脅威には数年の間悩まされずに済んだ。連合軍は1253年と1255年にもヨトビング人に対する遠征に出向いている。シェモビト一世とハール一ボルイーに対抗。 ダヌイーロは自分たちだけでは現在のリトアニアに住む異教徒と張り合うだけの力が足りないと考えていた。両者はドイツ騎士団と同盟を結び、ドイツ騎士団は二人を支援する代わりに、シェモビト一世が制圧する予定のヨトビング人の土地の3分の1を譲られることが決まった。この同盟は1257年、1260年にそれぞれ更新され、継続されている。 シェモビト一世とドイツ騎士団との協力関係は思ったほどうまく働かなかった。シェモビト一世はその後もバルト諸部族と敵対し続け、一方のドイツ騎士団は着実にバルト海沿岸部を征服していった。シェモビト一世を悩ませたもう一つの問題がニ位カジミエシュ一世との関係であった。カジミエシュ一世はシェモビト一世がドイツ騎士団と同盟を結んで、 軍事力を強めたので、勢いを得たことで自分に戦争を仕掛けてくるかもしれないと恐れ、不安に駆られて、シェモビト一世を捕らえて監禁した。しかし監禁の翌年、ボレスワフ5世やポモジェの諸公との戦争で支援すると、約束してくれた勢力からシェモビト一世を解放するよう迫られた。カジミエシュ一世の強引な政治手法は、近隣諸公の反発を招いていたが、 1259年、ビエルコポルスカ公、ボレスワフと、その同盟者であるポモジェの諸公が、ボレスワフ5世と、シェモビト1世及びハールイチボルイーニ大抗、ダヌイーロを仲間に引き入れて、クヤビ公国に対する大規模な攻撃を行った。連合軍は、勝利を収め、シェモビト1世は兄に、シェラツ公国を譲らせた。翌1260年、シェモビト1世は、 シェラツ公国をカジミエシュ一世の長男であるレシェクに与えた。ヨトビング人の平定には成功したものの、シモビト一世の領するマゾフシェ公国には強力な異教徒部族リトアニアと接することになった。1262年の春、リトアニア人はマゾフシェ公国に対する大規模な遠征に打って出た。公国の首都プーツクはビスワ川を渡ってきたリトアニア人によって、 焼き尽くされ、ヤズルフの要塞も占拠され、セモビト一世も6月23日、リトアニア人との交戦中に殺された。1248年、ハール一ボルイーニ大公ダヌイーロの娘、ペレアスラウアと結婚した。夫妻は三人の子女を設けた。コンラト二世、ボレスワフ二世サロメア修道女。ありがとうございます。